ファンサポーターの皆さん、浦和レッズの鈴木大輔です。今なかなか、試合ができなくて、皆さんと会う機会がない、ことに対して僕たちもフラストレーションすごく溜まってますし、皆さんも、なかなか僕たちを見ることができなくて寂しい思いしてると思います。ですが、僕たち今、再開に向けて一日一日できることをやっていますし、皆さんに少しでも楽しんでいただけるように、僕たち自身の発信で何かできることを模索しながらやっていますので、楽しみにしてもらえたらいいかなっていうふうに思います。で、この状況を少しでもみんなで一緒に乗り越えていけるように、不要不急の外出を控えたりだとか、手洗いうがいを徹底したりだとか、まあそういったところはレッズファミリー全体で徹底して乗り越えていけたらいいかなっていうふうに思っています。なので、これからも、一日一日状況は変わって大変ですが、しっかりと状況に適応できるように、考えながら生活していって、またスタジアムで会える日を楽しみにしています。